今日も未来の自分にメッセージを送りたいと思います。皆さん参考にしてくださいね。そしてこの横が、鬼魂、面白い、鬼滅の刃、こう書いてこう、鬼滅ホップステップヒップ私ヒップが好きです、ゴルゴ松本です。今日も未来の自分にメッセージを送りたいと思います。皆さん参考にしてくださいね。いきますよ。さあ、人間はどうやって生きてるのかな。まあ命があるから生きてんだけど、よく言うのはね、人間は体とこの魂でってね、見えない魂でなんてね、が一つで生きてるんだと。死んだら魂が抜けていくんだってね。なんかびっくりしたことを、たまげたっていうのは魂消えるなんて書くんですけど、魂が消えるぐらいびっくりしたなんていうことなんですけども、魂って行ったり来たり、もしかしたら出たり入ったりできるのかもしれません。魂っていう感じ、はい、伝えるとか、そしてこの横が、鬼魂、なんだろうね、これね。僕もね、漢字の辞典を何度も何度も調べたりしてるんですけど、いまいちよくわからない。でも、鬼というのは、怖いというイメージが昔からあると思います。鬼は外、福は内なんてね、節分の中で豆をまいたりしますけども、鬼でもそれが魂ってなんだろう、見えないもの、異形なもの、なんかそういうものを鬼と捉えて、それをちゃんと、危機迫る思いで大切なことは未来に伝えなきゃいけないものが魂なのか、何かつながってきてるものが魂なのか、いろんな考え方がありますけども、多分魂は伝えなきゃいけないんですね。どんな状態になっても伝えなきゃいけないものが魂じゃないかなと思います。そして鬼と言ったら、皆さん鬼滅の刃って知ってますアニメですけど、私周りから面白い面白いって言われて、もう53歳になるもんですから、もうアニメどころ漫画どころじゃないんですけども、たまたまこのご時世で時間があったので、フールってやつですか、神さんと1話見たら面白くて全部見ちゃったんですね、一気にね。でその後、なんだまだ続きがあるのか、いつシーズン2が始まるのかって言ったら、まあ予定がないんですね。でパッと調べたら、友達の小池栄子さんが全巻持ってたんですねでうちの神さんが友達ですから借りて、私がバーってもう全巻一応読みました。面白い、鬼滅の刃、ちょっとその辺からいきたいと思います。鬼を滅するだね。書き順こうですよ。こう書いて、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 こう、鬼滅。今はコロナを滅でございます。悪いものと怖いものと捉えていいです。コロナを滅、鬼滅でございます。さあ、行くよ。滅、もう一度書き直すからね。三髄にこう書いて、こう書いて、ここに火があるね。はい、道具、はい。燃えてる火を水で消すことから消える、滅ぼすっていう意味がございます。だから仏滅の滅でございます。この滅、はい。今の時代ですから、まあコロナの話をちょっとしますけども、新型ウイルスということで、まあ、世界的に、絶滅させなきゃいけないものでございますが、この滅、まあ、仏教の言葉ですね、釈尊、釈迦牟尼が入滅した時、亡くなった時、その様子、涅槃って言うんですけども、その状況を滅と言うんですが、最近の漫画で鬼滅という、キーワードが出てきたので、この漢字をいきたいと思います。水でその火を消す、ということで消滅させる、消滅の滅、人間がこんな時ですから自滅にならないようにはどうしたらいいかっていうのが、ここにヒントとしてあるんじゃないかなと思います。人類が滅亡しないように、死滅しないように、逆にこっち、滅亡させるようにね。はい、滅、この滅で大切なことは、自分にできることは、私と書いてメッシ、サッカー選手にメッシっていう方がいらっしゃいますが、非常にサッカーの上手い方でございますが、メッシと読みます。そっちとは関係はございませんけどメッシ、これは私利私情を抑えて、もう
自分のためだけの利益を貪るようなことをしないために、自分を自ら己を滅するということです。それができる人がたくさんいるんですけど、できない人もいます。ステイホームってもう世界中の人が言ってるけど、やっぱり何かしらでね、集合してくっちゃぶっちゃう人がいますけども、非常にそれめちゃくちゃな状態です。今世界的に広まっている新型ウイルスはめっちゃくちゃ強いんです。めっぽう強いんです。世の中めちゃくちゃにするようなものなんです。ぜひ自分を抑えるメッシュ、これが重要になってくると思います、うん、それが、はい、自分の未来の火を今度は消さない、その火だけは希望の光、火は消さないようにするのが、この今できることはメッシュです、はい、いいですか、頑張ってください。メッツです、メッツ。さあ皆さんが、はい、今の状態を滅するってことが大事です。全員一人一人が手を洗い、うがいをし、自分の体を清めるってことが大事です。洗うんです。全員がメッセンジャーになりましょう。はい、いいですね。メッセンジャーになっていろいろ伝えることが、はい、滅して生きるメッセージになりますので、ぜひ一人一人がメッセンジャーになってください。